いや、僕ここまで話したの本当に結構初めてレベルかもしれない。これ大丈夫ですか？どこまで山火社長のお給料は、はい、一番上明治大学。一つ目指してたの？高校2年生。で、起業はでもどうしてしたんですか？人がなんかいつでも学んでいける環境を作るっていうのが実は僕の夢の一つ。ホワイト留学したいっていう。ああ、はいはい。正直そんな学歴とかあんま興味なくて。そうで始まりました、もちろんチャンネル。さあ、ここからは山火先生においでいただきました。どうも、武田塾教務の山火です。夏ぐらいに高田先生が来て、はい、次は山火さんだって言って、はいはい、まさかこんなに時間がそうですね、すいません、ちょっとなんですけど、はいはい、なかなかちょっと呼んでくださらなかったじゃないですか。いや、めちゃめちゃ呼んでた。本当ですか？いや、全然ちょっと LINE の履歴見ます、はい、そしたらね、はい、意外と、はい、ね、プライベートの方が合ってたって。あ、そうです、確かにプライベート何回飯行きましたみたいなことですね。そうなんです、はい、なんですが、いよいよやってきてもらいましたので、はい、そのちょっと知らない方もいる、はい、いると思うんで、ちょっと簡単にだけ自己紹介します、はい、武田塾で今日もやってます、山火武と言います。もともと武田塾で1年間浪人をして、偏差30代から早稲田に向かって武田塾の勉強を伝えるために今僕は武田塾で働いてということですね。お願いします。ね、謎も多いということなんで、はい、おー、そうですか、まあ、みんなどういう、このままですよ、もう天真爛漫って自分で言っちゃうぐらいちょっとやばいやつですねそうね、どういう人だったのかっていうのをちょっと、はいはい、深掘りしていこうかなと。あ、本当ですか、お願いします。はい、まあ、山火先生といえば、はい、まず偏差値がめっちゃ低かったっていうね。そうですね、本当にもうなんか地面が頭につくぐらい、あ、逆だ、どういうこと、頭が地面につくぐらいですね。ちょっと語彙力低めなんですよ、ちょっと先に言っときます、はい、まあね、関東の田舎、はい、いやいや、茨城県です、ちょっと関東ですから、ちゃんと、はい、あの、そ、茨城県の人は謝ってください。あ、どうも。いやいや、本当に謝らないでください。めっちゃ尺使うので、まあ、はい、偏差値がちょっと、そうですね、田舎で育ったんで全然勉強法とかも知らずで、はい、ね、ヨゼミに行ったんですもん、ね、はい、ヨゼミでいろんな先生の授業を受けてます。これ名前言わない方がいいですか？はい、全然いいですよ。佐藤幸雄先生、佐藤幸雄先生も生で、まあ、受けてましたね。はい、西教授先生、石谷先生です。あ、じゃあ代々木校来てた、大宮校に。あ、大宮校、ね、夏だけ行ったりとかして、はいはいはい、あとは全部サテラインでした、うんうん、はい、ですよね。現役の時は2年間を大手予備校に通ってました。ちょっと、まあ、僕の勉強が悪かったと思って伸びなくて、うんうん、クラス何の授業ですか？あ、全部サテラインなんで、なんか単価、単価です、単価を1年分取ってみたいな感じで。へー、はい、覚えてます、授業の内容。幸雄先生の何に取ったんだろう？幸雄先生は取ってました。コンプリート、コンプリート世界史、そうです。これ大丈夫ですか？どこまで言っていいですか？大丈夫ですね。コンプリート世界史で覚えてるのがフルシチョフの顔描いたことだけっすね、もうあれ書かせるんですよ、毎年。幸雄先生の多分毎年の鉄板ネタで多分あるんですよ、きっと。ハゲふさふさの法則の。あ、そう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 何書き出すんだと思ったら、もう、あ、西谷先生が結構メインでしたね、僕の時は。そう、スーパーイングリッシュとか、あとなんかフラッシュバックイングリッシュ、そう、なんか2つか3つぐらいあって。あ、それ全部？多分全部いきました。だから、相当カモな受験生みたいな2年分ぐらい受けてました、本当に。それにプラスでめっちゃ講座取ってたんで、いや、模範的な受講生。お金をあげる、お金をさ、受ける。国語も、国語は船口先生。あー、はいはい、先端、次第現代文、次第現代文も受けてました、めっちゃ。あと、なんかグーナゼってやる人いません？笹井さん。あ、笹井さん、そう、うん、笹井さんも受けて、懐かしい。グーナゼだけ覚えてる。国立系？いや、僕もともと一橋志望だったんですけど。あ、だから高校2年生の時は偏差値低かったんですけど、はい、はい、だからほとんど同じじゃないですか、じゃあ受けてる人。あ、そうなんですか、よずみだったんですね。僕だって笹井さん、船口さんも生で受けてました。あ、マジっすか、はい、おー、じゃあもう完全に本当は同じはずなんですね。でもこんなに出来が違う。いやいやいや、やっぱ地頭か、いや、経文とやっぱ世の中才能か、早稲田教育だから変わんないっす。あ、そうですね、いやいやいや、理系科目も取ったんですか？じゃあ理系科目も取ってました。なんか生物とかも取ってましたし、数学も取って、もちろん取ってましたし、そんなにやってたんですね、はい、やってました。もう、え、それで現役全落ちってやばくないですか、本当に。すごい。で、現役時代受けたのは、現役時代受けたのは一番上明治大学です。あ、一番上が、はい、一橋目指してたの？高校2年生の時、河合塾とかの、はい、一橋書いてて、で、上がらず筑波にして、で、その後もう無理だと思って私立にして、うんうん、で、最後は受けたの明治っていう。え、すごくないですか、本当に。で、どんだけアホなのみたいな。それで全部ササササさんって言って、もう全部滑って、でもこれは、まあ、勉強を間違ってるのかなと思って、うん、自分の勉強を変えようと思って、で、武田塾に。やっぱネットで。あ、そうです、ネットで。当時はライブドアブログをうちの塾長の林が書いてたんで、はいはいはい、それを見つけて、当時めちゃめちゃ怪しかったんですよ、はいはい、教祖なのみたいな感じだったんですけど、はいはい、ただまあ書いてあることは割ってるのかなと思って、うん、茨城県から片道2時間かけて、すごい、お茶の水まで行って、
でその時相談乗ってもらいました、茶髪の大学3年生の林直弘に。へえ、はい、じゃあ伊関さんと似てるんですね。そうですね、伊関さん似てますね。確かにすごい、こんなに武田塾の言っていいんですか、こんなに。いいですよ、すごいですね、めちゃめちゃ良心的なチャンネルやないかこれ。そうだったんですね、はい、でそこで言って、はい、あやっぱり参考書でやってた方がいいなって、はい、なったわけですね。ですね、最後にでも伸びがすごかったね、そうです、途中まで、まあ、偏差値60ぐらいまでは割と伸びたんですけど、はい、やっぱそこ壁あるじゃないですか、はい、そこをなかなか抜け出せず、あやばいなって思ったんですけど、最後銀抜けて早稲田は一応2つ受かって、教育と人科ですね、はい、でやっぱ教育だろうと。まあそうですね、一応本キャンがいいかなと、まあ、今思うとちょっと人科でもよかったかなと思うんですけど、学ぶ内容とか学際的じゃないですか、はいはいはいね、本当に塾長もでも無理なんじゃないか、はい、やばいんじゃないかと思って。そうですね、はい、当時は多分めっちゃ思ってたと思いますけど、ね、大丈夫なのか、今晩強かったという。いやそうなんですよ、勝っちゃったんですよね、まあ本当に。今日それでもう僕はもうこんなにいい勉強ないなと思って、で当時は1校舎しかなかったんですよ、はいはい、僕の時は、はい、で、まあ、その後2校舎になって、それの時代が長かったんですけど、まあ、これやっぱり全国広めた方がいいなっていうのは本当にもう僕が受験生に通った時に林に言ってるんですよ、これ茨城から通ったら2時間、はいはいはい、なんでいやこれもう茨城にも作ってくださいみたいな。へえ、実はそのまあ新卒でそのまま僕入るんですけど、はいはい、それでまあ今かなって380校舎みたいになってて、もうみたいな、こんなにうまくいくのって感じです本当に。企業はでもどうしてしたんですか、その大学で。そう、そこも話すんですね、はい、OK ですね。武田塾がもともと林がなんかそういう起業家を集める学生インターンとかを、うん、まあ、しっかり育てるのが結構好き で、うん、で僕武田塾インターンっていうのがまあ昔あったんですよ。それと1期生で、はい、1期生はもともと3人いたんですけど、うん、3人で1つ会社を建てるっていう、はいはいはい、でその会社が実は今もまだ今12期目とかですかね、そうあるっていう、まあ、ちょっともうメンバーはだいぶ僕も抜けましたし、はいはい、1人でその慶応の出身のやつがまあやってるんですけど、はい、中国でやってたんでしたっけ。あ、そうです、まあ、元々日本で起業して、その後、まあ、ちょっと縁があって中国の、まあ、日本人向けのクリニックの運営っていうのをやっていて、あの駐在向けの海外とか行きますよね、はい、だからそう、中国行った時もすぐにインフルエンザになって、はいはい、どうしました、その時。その日本のクリニックに行きました、はい、中国にある。あ、そうですよね、クレジットカードとかに海外旅行券とかついてるんで、それ使うとタダで行けるんですよ、はいはいはい、でもそれ意外になんか知ってる人そんなに多くなくて、うん、実はあの旅行者の人とか、はいはい、そういうのをしっかりまあ使えるように、まあ、手続きしてあげたりですとか、はいはい、あとまあやっぱり中国の病院ってちょっとやっぱ衛生的にあんま良くないですよ、当時は。僕10年前とかだったんで、はい、なんでそこをまあしっかり日本人向けに綺麗にして日本人にその営業する。おお、そういう感じのことやってました、はい、大学では教育やってたんですよね。そうですね、大学ははい、しっかり教育、教育シーンでもやったんですけど、一番は僕はあの障害学習っていう。あ、障害学習、はい、まあ、一般教育だと学校教育だけじゃないですか、はい、じゃなくて幼児とか、あとそれこそ、まあ、社会人とか、まあ、一生その学んでいくことができるようなまあ環境を整えようとか、まあ、そういうまあ考え方とかっていうのを僕実は教育学でずっと学んでて、はい、僕結構実はその人がなんかいつでも学んでいける環境を作るっていうのが実は僕の夢の一つで、おー、はい、素晴らしい。それを僕やられちゃったんですよ最近。え、中田敦彦、ああ、 YouTube 大学です、はいはい、僕ああいうのやりたかったんですよ、なんか人はいつからでも何者でもなれるみたいな、あれをやりたかったんですけど、それがちょっと今取られちゃったんで、まあ、別に形はいいんですけど、うん、まあ、そういうなんか人がいつでも学んでいけるような環境を整えられたらいいなと思って、正直そんな学歴とかあんま興味なくて実は。なるほどね、はい、そう、学歴とかじゃなくて社会に出た人でも学んでいけるような社会を作りたいなと僕はこう本気で思ってます。授業したかったんですか。授業中田敦彦だったら授業しなきゃいけない、エクストリーム現代社会みたいな。あ、障害教育だった、ね、そうだ、受験生版タイガーファンディングでは、はいはい、結局あのメンバーの中で実は山火だけが教育やってんだよなとかって考えて、ああ、なるほどなるほど、俺しか教員免許取ってないから。なるほど、そう、教員免許持ってるんですね。いや、僕ここまで話したの本当に結構初めてレベルかもしれない。そうなんですね、ありがとうございます。いや、これで、はい、全部カットだったと。大丈夫、はい、イメージ変わったって、ね、このすごいってくるかもしれないですね。多分学歴のとこ嘘つきって書かれてる。まあ、コメントはね、あ、自由に書いても大丈夫なんです、うん。いや、ああ、そういう感じだったわけですね。そうなんです、実はそういう感じで、まあ、教育に僕は携わってます。で、卒業して、はい、で、武田塾に入って。そうですね、社員ですもんね。そうですね、はい、校舎長やってましたもんね。校舎長もやってましたね。いまだにあの出てくるの知ってます、 YouTube で。知ってます、あのまだ残ってますね。新宿校、新宿校校舎長の、校舎長、若い時の僕が山火たけるっていうのは時々おすすめに出てくる。本当ですか、すいません、調べていただいて。いやいやいや、出てくるんです、本当。おすすめに買って出てくる。そうですね、いや、おすすめなら見てください、ちゃんと、はい、あ、見るんですか。見てください。クリックはしてないですよ、また出た。いやいや、クリックしてくださいよ、ぜひね。そこで、はい、最初に校舎長やるってなったんですか。でも、そうです、もともとお茶の水本校にいたんですけど、その後新宿校校舎長やって、あと他に高松校とかも行ったりして、まあ、いろんな校舎のまあチェーンとかに入るような
って校舎長やらないかって言われたんですか。ああ、まあでもそれはやらないかって言われて、まあ、僕もやりたいですって。で新宿行って、はい新宿行って、まあそう全然ダメだ飛ばすっつって高松で飛ばされた。いやいや違います。新宿校で、まあ、しっかり新宿盛り上げて体制整えて、はい、で次じゃあ高松にって感じです、ね。おお、四国に住んだんですか。四国に1年間住んでました。そういう、はい、そうなんですよ。四国どうとあります。あります。当時の時公開授業とか行ってます。そっか、もう仕事ですよね、はい、なるほど。チャラチャラに都会じゃないと嫌だみたいな。いやいやいや、どんなイメージですか。大丈夫か、茨城。おい、ちょっと絶対そのお家持ってたじゃないかも。でも全然困らなかったですか。いや四国、いや僕、まあ、仕事からその全国47都府県全部回ってるんですけど、はい、でバイクは46都道府県回ってるんですね、はいはい、そうなんですけど、結構住みたい街ランキングのベスト5ぐらいに入ってて、はい、いいとこじゃないですか。街で四国街にしちゃいましたけど、あ四国、まあ、ごめんなさい、あの香川県ですよ僕は、はい、香川県。あ、じゃあ高松で、はい、高松よかったんですね。南原清隆とか。南原清隆知らない、はい、うっちゃんなんちゃんのなんちゃんとか。南原清隆っていうですね。あ、そう、知らなかった。いや、もううっちゃんなんちゃんもあれですけど。南原清隆とか、はい、シャカっていうね、お笑い芸人が昔。はい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 、はい、知ってるんですか。シャカは分かりますけど。え、そっち分かるんだ。高松いや、なんちゃん分かりますけど。急に言われたら、はい、で、その後に、はい、高松から、その後も東京に戻って、はい、で、まあ竹田塾の本部の方で、今は人事関係が結構やってるときでしたね。そうですね、もちろん竹田塾チャンネルを出演したり、もちろん生徒さんの進路相談とかですね、はい、はい、ですけど、まあそうですね、あの採用関係のお仕事とかもちょっとやらせていただいてますね。すごい、実はやり手なんですよ。いやいやいや、ありがとうございます。そんな、まあ、そんな気になる、はい、山火社長のお給料は、はい、いや言うか言うかそれは、うん、いや森哲さんの、まあ、本当に10分の1ぐらいです。絶対ないわ。いやいや本当に高いもの身につけてるんですよいつも。いやいやちょっと待って、高いものばっか買って、ね、本当ユニクロばっかっすよ僕。嘘ばっかり。いや本当っすよ。嘘嘘。いや服は基本ユニクロっすから、パンツもユニクロですし。嘘本当っすよ。インスタとかでもこういやいやいや、ちょっと着てるじゃないですか。いやいや、そんなのです、まあ、若気の至りで、はい、若気の至りで。でもこれから、はい、だってちょっと小耳に挟んだら、はい、のはちょっと留学したいっていうのを耳に挟みましたよ。そうですね、いや、まあ、学ぶのは好きなんですよ僕だから、はい、一応教育関係でもいますし、うん、なんか心理学とかそういう、まあ、障害教育でもいいんですけど、うん、あのそういうのをまあちょっとしっかり学問的にもう一度学び直したいなって気持ちはあります。アメリカ障害教育進んでますからね。そうなんですよ、ね、本当に、はい、てか本当にもう受験産業に携わっているものが言うことでもないと思うんですけど、うん、まあ、学歴よりやっぱり他のなんかスキルと か、うん、なんかそういうのを見つけた方がいいんじゃないかなってちょっと思うところもあります。おお、そうなんですね、はい、まあ、学歴も重要ですけどね、うん、はい、そうなんですね、うん、いやすごいですね、令和の虎と全然違って噛まないですね今日あんまり。私令和の虎噛んでるとこ全部カットされてるじゃない。あれみたいな、あんなにカットするの。そうですね。あ、じゃあそれはすごいですね、はい、これからじゃあ、いやいやいや、英語勉強して、はい、いやだから本当にちょっとアメリカ移住されたら、そうですね、僕も遊びに行きたいと思います。レッツゴーレッツゴーみたいな感じでいいですか。そうですね、いう感じで、はい、今回は山火先生のですね、はい、過去現在今、あ、違う、過去現在未来、はい、について聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。